リミット・オブ・アサシンは、2017年の南アフリカ、中国、アメリカ合衆国の SF アクションスリラー映画。監督は、ブライアン・スムルツ。復讐と償いを求めるために24時間だけ、生き返ることができた凄腕の暗殺者の物語である。この映画は、2017年10月26日に、オースティン映画祭で上映され、2017年12月1日に、 VOD 及び一部の劇場で公開された。南アフリカとナミビアの国境付近。インターポールの林捜査官率いるチームが囚人のキースを護送していたが、国境検問所で民兵に待ち伏せされ、チームのほとんどは殺されてしまう。しかし、林はキースと共に辛くもその場を脱出した。妻と息子の死により、引退状態の殺し屋、トラビス・コンラッドは、 岐阜のフランクと釣りをしていた。家族の死から一年となる。その日、二人は家族の遺体を海に巻く。フランクが眠りに落ちた後、トラビスはコカインを得るためにバーに行く。バーに現れた二人組の襲撃を撃退したコンラットは軍の受け負い業者であるレッドマウンテンのジムモローから一時的な復帰を打診される。彼は失敗に終わったキースとリンの暗殺の尻拭いのために、 トラビスに1日あたり100万ドルの報酬を提示する。当初、引退したと主張して拒否するトラビスだったが、さらに金額を2倍にすることで引き受けることにする。彼は、香港に向かい、リンの息子の携帯電話を盗んでリンの位置を特定する。そして、すぐに、南アフリカのケープタウンに飛び、空港で偶然を装って、彼女に会う。彼女を口説いたトラビスは、翌朝、 彼女の携帯電話からキースの居場所の情報を盗み出すが彼女に関しては殺さないことを選ぶ部屋から抜け出したトラビスをレッドマウンテンの殺し屋だと察知しようリンは銃撃戦の末に彼を殺すトラビスの死体を回収したレッドマウンテンは実験的な蘇生技術でもって彼を生き返らせるキースの居場所を彼らに告げると彼の旧友かつ元海兵隊員でもあるジムは 彼らがコンラットを復活させたのは、キースの居場所を得るためだけであったと告げる。蘇生はあくまでも、応急処置であり、情報を得たらすぐに静かに死ねるように医者に処置をさせると彼に知らせる。ジムが去った後、トラビスは、手術台のメスを手に入れ、拘束具を切る。医者が戻ってきた時、コンラットは警備員を殺し、医者から、自らがあと24時間だけ生きられると知らされる。 医者を人質にして逃亡する中、彼は薬の副作用である幻覚症状でもって、かつての家庭生活への頻繁なフラッシュバックを経験し、己の悲しみに立ち向かうことを強いられる。フランクに電話をかけ、残りの時間を過ごそうとするが、今までの行いを悔い改めたコンラットは、リンたちを守るため、キースの尋問場所に向かう。キースは、 レッドマウンテンの組織犯罪に関して証言し、70人以上の民間人が蘇生技術開発のための実験台にされ、遺体を処分することを強制されたことを明らかにした。キースが証言した直後、ジムが時計塔から狙撃し、レッドマウンテンの部隊が建物に突入してくる。トラビスによって襲撃現場から脱出したリンとキースだったが、必要な追跡を受け、 キースは撃たれなくなってしまう。インは、キースが持っていた証言を記録するメモリーカードを受け取る。キースの殺害には成功したが、メモリーカードのダッシュに失敗したジムは、香港でリンの息子を誘拐する作戦の実行を承認する。トラビスは、メモリーカードをリンに託すが、ジムからメモリーカードと引き換えにリンの息子を引き渡すとの連絡を受ける。トラビスは、 彼女が息子を取り戻すのを助けることを約束し、自らの隠れ家から銃と爆弾をかき集める。二人は、レッドマウンテンが実験に利用した住民が、住んでいた居住区に立ち寄り、海兵隊の頃の友人アマールに会う。アマールにレッドマウンテンの悪行を伝え、救出計画への助成を頼む。人質の輸送手順を熟知しているトラビスは、車列を待ち伏せし、少年を取り戻す。 トラビスは当局に証言を届けるようにリンに伝え、リン親子が逃げられるように時間稼ぎのために、残りの30分を生き続けることを決める。彼は生き残っていた輸送要員に自分が人質であると予想を合わせて、レッドマウンテンの本部に向かわせた。到着すると、彼は警備員を殺し、建物に車を進める。車を爆発させ、ジムとレッドマウンテンのリーダー。 ウェッツラーがいるオフィスを攻撃する。部屋にいた声を全員殺した後、ウェッツラーからジムがトラビスを組織から辞めさせないようにするために彼の妻子の殺害を命じられ、本人は実行には関与しなかったもののそれを黙認したことを暴露される。怒りを感じたが、トラビスは自らが行った全ての殺しについて振り返り、ジムを殺さないことにする。ジムはウェッツラーに近づき、 造園が到着すると彼を射殺した。トラビスの残り時間がなくなり、亡くなった家族と再会するも、トラビスは再び蘇生させられる。サバンフィルムズは2017年12月1日に VOD と厳選された劇場で映画をリリースした。リミット・オブ・アサシンは、世界の劇場興行収入で580万ドルを稼ぎ、DVD、ブルーレイの売り上げで170万ドルを稼いだ。 レビュー収集サイトであるロッテントマトズでは20件のレビューに基づいて50%の承認された評価を受けている。平均評価は4.9、10である。メトクリティックに関しては映画は6人の評論家に基づいて100のうち37の過重平均スコアを持ち、それは一般的に好ましくないレビューであることを示している。ありがとうございます。